あ、どうも、あ、どうも、とーく、どうも、ありがとうございます。ということでね。はい、というわけでですね、こちらを買いました。もうね、サムネで出ちゃってるんですけども、ヨドバシカメラさんから届きましたよ。ね、こちらです。ゴーン！はい。で、これでですね、なんて言うんですか、この、明細表みたいなやつ。それに思いっきり個人情報が思いっきり書いてあったりするので、ちょっとすいません、これはちょっと抜かしてもらおうということでね、こんな風に入ってると思わなかったから、はい、ということでですね、夢のお年玉箱でございます。これ抽選だったんですよね、抽選販売みたいなね。で、ね、値段が、ね、いくらかあったんですよね。でこれ7000円の方です、7000円のワイヤレスイヤホンのやつを福袋ね、買いましたということですね。まだ21年なんですけどね。はい、さあ入っております、こちらですね。なんかちょっとおしゃれな感じの近未来的な感じのイヤホンね。でなんか他に入ってんのかなと思ったんですけども、とりあえずこちらが入っているのとですね、このなんかファルコン2ね、かっこいい名前だなみたいな、イヤホンなのにみたいなね、それこれおまけこれですね、あのシリコンですかね、よく100均とかに売ってるようなあのプニプニ100均じゃないか、でもね、あのこういうのがねついて、これで7000円ということですね。はい、保証書もねちゃんとついております、こんな感じのねイヤホンが来ました。あ、そう、これ見てください。これちょっとちっちゃいんですけど、13,300円で送料込みで売ってます、ヨドバシカメラで。それが7000円で福袋入っていたというね、まあ抽選ですからね、なかなかやったぜっていう感じでね、やりました。これちょっとごめんなさい、片手でちょっと今ねカメラを持ちながら撮ってるんでなかなかむずいんですけど、片手でちょっとね、あの扱いが乱暴的な感じになっちゃうんですけど、これすいません、ちょっと開かないんですよ、片手でなかなかねやれるもんじゃない、こうね、きっちりやっぱねこうね、あのなんつうの、衝撃を受けないようになってますからね、これね、この箱何入ってるんだっつってね、こう開けてえなってことで、でも、ね、これ絵が描いてあるんですよね。でもさ、ほらね、とりあえず何入ってるか開けてえみたいなね、これ引っ張る、片手は難しいな、でこれちょっと押さえてもらってね、開けようということで開けてみますね。はい、さあどうだ、中身何が入ってんだっつってね、書いてあるよっつってね、こんな感じでね、充電のケーブルとイヤホンのプニってやつとね、耳とかの痛くなくならないやつかな、これね、でしょうね、これね。はい、それとあとポーチね、お持ち歩き用みたいな、持ち歩き用かね、なんで O つけたっていうことでね、これ。で、これ充電器とこのワイヤレスのイヤホンってことですね。はい。こんなちっちゃいの。ね。いいね。これ落っことしてなくすわな。気をつけないと。っていう感じで。これが7000円のイヤホンでした。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして、カウドチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。俺は100円ライターが、一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが、俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。